もおはようございます。ダジェノリです。今日は抜刀剣でウィザーを倒していきたいと思います。まずは抜刀剣はこの中のこれを選べます。いろんな種類があるので持てるだけ持ってます。これは装備、あとは装備とかを取ります。で、ウィザーの出し方は簡単なんですけど、まずはソウルサンド4つ取りましょう。ソウルサンドとここですね。まずはソウルサンドをキーの形に置いて、こういう感じに、まあ、やっぱり地下でやったほうがいい。半死のポーション。